おはようございます。5時です。朝は涼しいですね。今日はなぜこんな早いかというと、仕事で朝セットが入ってるからです。その前にちょっと、起きとるかね何何が、もう朝ごはん食べた？今起きたところ？え？え？なんでこんなに？何お湯？何すんの？おじいさん、仏さんのお参りだ。何お湯？お湯。水じゃなくて？お湯。今日は朝6時からセットだわ。今日はあれか、結婚式か。うん。これ何取ってきたやつ？うん。朝ごはん？そう。はい。それで。ということで今日の朝ごはんは、納豆と、トマトと、あと何？バナナが腐るからバナナ。それでご飯を温めて。え、ご飯も食べるの？食べるさ。すごい食うね。うん、なんで？今日の朝ごはんすごいじゃん。毎日だよ。この量を、うん、で、これから歩きに行く。ご飯はだいたい半分、これが半分。で、トマト全部食っちゃうの？トマトも一つぐらい。納豆は、たっぷりを出し、賞味期限6月23日。そうそう、この間買ってきた。納豆とバナナ食うんだったら、この間のパン全然いけるじゃん。いけるけど、うまそうじゃない。色が変だったし。今、金がないでオートミールはやめ。なんで高いの？高くね、150円。うん。めんどくさい。それで、競歩でやるの？何をトウモロコシ。歩いて帰ってきてからで、うん。何やんの？これね、きゅうりのね。味噌漬け？あの味噌。あ、安丸だしの？技能味噌。イオの技能味噌。あれ、つぶつぶはどうしたの？つぶつぶなのに漬物だもん。あれ食べやから、うん。なんでこんな硬い？きゅうりが硬いんじゃないの？違うの？きゅうりね、家のきゅうりじゃないの？きゅうりが硬いからじゃないの？なんか見るからに、しなってなってないのね。しなってる。なってるじゃん。なってる？なんで硬いの？あ、芋出してるね、今。出してないで、芋なんか。芋。何それ、さつまいも？それも食べんの？なんでそんなちょこっとだけ残したの？ティッシュついとるって。これだけ食べれば。うん。もう一日食べんでいいの？もう一日なの？きゅうり美味しくてよかった。肉のがすごいよ。何が？昨日じゃがいものやつやってさ。ベーコンと？うん。うん。ベーコン。うん。50回混ぜると旨味がよく出るんですよ。それで、6時出てくる。ということで、今日はこの朝ごはんを食べてウォーキングに行くそうです。それでは、今日はウォーキングから帰ってきてからまた、やります。はい。どうやら、7時半を回って、ウォーキングから帰ってきたようですので、今日は、何をやるだね？エラー早いね。何？ご飯炊くって言ったじゃん。はい。今日は、山梨から送られてきた、トウモロコシ。これ生？うん。全部、そしてご飯これ何合といてあるの？うん。3合。ご飯だ、もち米とかは入ってないの？ご飯だけ？うん。で、あとこれも入れるの？うん。これ何これ？それは。魚？うん。小魚。あれが。トウモロコシあと何本ぐらいあるの？うん、あと3本あるやんだとか、みんな持ってて、うん。なんかこの間のやつは、なんかアメリカの人にあげたっていうか、なんで、ね、アメリカの人っていうのは、アメリカから今遊びに来てるんですよね。うん、なんかあげたって言ったら、うん、で、食べてないのって、うんって言ったら、じゃあまだ
ちょうどまだあと3本あるから。うん。これさ、そういう剥き方はせんかったよ。何よ。置いてザッとやっとったよ。お店屋さんで。それは、コーンバターやるとき。うん、うん。こんなちょこっとだけ。ほんでこれ食べたいと思うけど、うん、もったいないから、ここ入れる。なんで入れるの？だし？だし。だしが出るの？こんなんで。甘みがすごい出るから、ね。去年そうやってやったの覚えてるの？その魚入れるのやめりん。魚入れてもいい。私は。だって生臭くなるもん。ならん。なるわ。ほんで和風だしも入れんと。お前が食べるじゃねえよ。私が食べるんだ。ちょっと味見ぐらいはするじゃん。で、あ、味付けは何すんの？何と塩。あ、塩入れるんだったら和風だしにしてみる。あれだけじゃん。あれをこんな入れちゃうんだって、そのまま。うん、入れようと思うけど、足りんような気、あれじゃあ塩足りんような気がする。はい、魚。これ何の魚って言うんだっけ、これ。小魚。イワシの稚魚じゃないの？イワシの稚魚らしいです。はい、そして、出ました。もう少なくなっちゃったね。もうあとちょっと、こんだけで終わりや、あと。まだ、ちょっとあるよ。うん、はい、安丸の和風万能だしを袋から破って入れるの？破って入れるさ。じゃあもうあの塩入れんでもいいか？入れんでいいでしょ。これ塩味ついてるから。あ、いい匂い。いい匂いだね。いい匂いだわ。じゃあ塩はそう入れんでもいい。入れんでいいと思うよ。こうちょっと入れよう。ちょっとしょっぱくなるぞ。で炊いて、はい。これ本当に大丈夫なの？ラーメンのスープ作るみたいに、そんな鶏ガラスープみたいな。その本当に甘みが出るの？はい、うん、あれを吸うとすごい甘いの。何を吸うと？芯を？うん。吸っとるの？芯を？こうやって描くと、うん、全部取れるけど、あれだと残ってるじゃん。だからもったいないなと思ったら、はい。芯も入れてください。芯も入れてくださいって書いてあったの？うん、何に？グーグル。またグーグルか。もうグーグル頼みな。そうだよ。グーグルがお友達になったもう。ほんであんまりあれを見るからさ。何を？そのグーグル調べたりなんかしてたら、うん。それでいかんだ。何がいかんだ。使う。あ、そりゃそう。うん、あれやるとね、疲れるよ。そうだよ。すごい芯が疲れるって言って、うん、あ、このことかと思った。うん。俺はそんなやっとやらない。楽しいから調べちゃうだけ。うん、なんかあって、ね、うん。はい、ということで、何分、30分くらい。な、納豆入れるの？入れるんじゃん。食べるんだ、今。食べるのか。うん。はい、甘納豆。それで何？何分待つの、これ。40分か45分。はい。それでは、それまで。8時15分過ぎ。はい。ということです。で、お茶は何飲むの？牛乳が飲みたい。コンバットが置いてあるけど、ね、ゴキブリが出るの？小さいのがね。ああ。なので、高いよ、それ。3つで1000いくら。この部屋で3つ置きゃ十分だと思う。1個で十分でしょ。そう。思ったよ。3つ置いてある。はい、コーヒー牛乳。コーヒー牛乳？カフェオレだね。無糖のカフェオレを。何がこのご飯食べながら一日くれるの？うん、おかず何もなしで？おかず何なしでもいいけど、煮物するようなんか。じゃがいもと厚揚げ。うん、あれこの間なんか作ったの？じゃがいもとはんぺんのやつ。うん、みんな食べちゃったよ。うん。で、今日はじゃがいもと厚揚げ？厚揚げ。うん。ので、はい、青、エンド。青エンドってなんだ。スナック。サヤエンド。サヤエンド、うん。はい。ということで、時間まで、出来上がったようです。はい、こんな感じです。ほら、やっぱり魚の匂いがするじゃん。いい。魚の匂いじゃないよね。何の匂い？栄養の問題だ。栄養の匂い？栄養の問題。魚のないとこちょうだい。ちょっと食べてみる。魚のないところ。全般に行き渡って。ちょ、食べてみる。食べてみる。まあ、しょっぱさを見てみる。ちょ
ちょっと待って、さじ。しょっぱさだ。味がないだろ。そんなことない、食べてみる。熱いでいかんって、歯に。熱くないって。熱いに決まってる。うん、なんだしょっぱさは。塩混ぜんでもいい。あ、こっち行ってから混ぜりゃいいか。あ、あの、色がつくかなと思った。ほんでもポツポツ黒いのはあるね。あれを破って入れたで。あ、だしの、うん、これ全然気にならんよ。でも、美味しいよ。ゴミかなと思っちゃうじゃん。思うやろ。魚の方がゴミみたいに見える。ごめん、食べてみる。うん、甘さない。ははね。しょっぱさはない。そんな米一粒じゃ分かんへん。魚には味はついてなかったの？うん、魚の味はちょっと塩がついてる。うん。まずは塩味ついてるでしょ。これでいいかな、うん、私、さっき何食べたの？甘いの食べたのね。美味しいよ。うん、じゃあよかった。味はね。味は美味しい。ほんと塩振らんでもいい？塩、俺は振らんでもいいと思うよ。これご飯だよ、そもそも。うん、美味しい。美味しそうだ。冷やしておいて食べよう。はい、ということで、こんな感じで、トウモロコシご飯、なんで塩かけようとしたの？かけようとするの？ちょっと味を見てからに、ね、塩かけちゃってみ。甘かったら、ふりかけかけばいいのに。うん。これどうすんの？この。ん？私がチューチューするのか。まだ味あるのこれ。あるよ、甘い味がある。うん。ということで。冷めたら。はい。トウモロコシキャンディー出来上がりです。冷めたら。はい、それでは。なかなか、魚がなきゃもっと美味しいのに。いやー、魚がなきゃねえか。魚がなかなか、ね、長はない。はい、ということです。